TT-10TT-10 TT は日本の航空機メーカーであった東洋航空工業が製作した低翼レシプロエンジンの練習機である。第二次世界大戦で敗北した日本は一切の航空機の開発と生産が禁止されたが1952年にサンフランシスコ講和条約が発効し日本の独立が回復するとともに航空機開発も解禁された。 終戦まで活動していた川西航空機の上層ブラが中心となって設立された東洋航空工業が最初に製作したのが同形式であった。1952年8月に設計に着手し、同年12月30日に1号機の初飛行に成功し、続いて2号機も翌1953年2月に初飛行した。ちなみに、 同形式は戦後日本の国産機としては2番目であった。2機は日本青年飛行連盟に譲渡され、藤沢飛行場で訓練機として運用されていた。1955年6月12日に2号機は事故によって喪失したが、1号機は1962年7月まで使用され、現在は東京都立航空工業高等専門学校の科学技術展示館で、 展示保存されている。保存機は2009年5月18日に日本航空協会から重要航空遺産に認定された。主な運用目的は初級から中級までの局にも含む訓練飛行に使用するものであった。機体構造は交換溶接骨組ハフバリの胴体、木製の桁、後半とハフバリといった 戦前の航空機からほとんど進歩していないものだった。ありがとうございます。